そうそう、イチローさんってすごいストイックですね。やっぱね、何か成し遂げるにはあのぐらいね、徹底してなきゃいけないのかもしれないですね。あとマラソンジャンキーの小野さん、あの南極マラソンとか行く方、多分ね年齢が私近いはずなんですけどね、 YouTube だけで見たんですよね。面白い方ですね。ちょっとね私と違うところがあったんですよ。まあ結構いろいろ挑戦するところは同じぐらいかなと思ったんですよね。ただねあちらの方がやっぱり本気ですね。本気、うん、私適当なんですよ。チャレンジまでは同じかなと思ったんですよね。でもあちらは本気です、うん、やるなら徹底的にというところがですね本当にありましたね。やっぱそこら辺が現状の違いかなと思いました。弱さですね、私の自分の弱さだな。そう、その小野さんがね、私は以前一緒に働いてた山崎さん宇宙の無重力体験をやってた YouTube があってね、結構みんな最終的にこう集まってくるのかなと思いましたね。まあ、私も必ずカムバックしますけどね、宇宙絶対に生きてる限り命をかけて。